つくば海軍航空隊は、大日本帝国海軍航空隊の部隊の一つ。戦闘機専修搭乗員を育成するため、つくば山地近くの飛行場で、実機訓練を担った。太平洋戦争後期、絶対国防権策定後の昭和19年以降は、日本本土防空部隊となった。戦争末期には、特別攻撃隊を編成し、沖縄戦で、 特攻作戦に従事した。旧司令部庁舎筑波隊は64名のうち55名が突入して壊滅した。本土決戦を前に九州方面にあった西空隊は峰山、美保、姫路などに分散配置された。一方の筑波残留隊は香取にも展開して本土決戦に備えているうちに終戦を迎えた。友部飛行場の跡地は茨城県内の 各旧軍飛行場に比べると比較的多く残されており、茨城県立ともべ病院の管理棟は司令部をそのまま手に用した。大門やグラウンドも病院施設として使われた。平成23年10月、ともべ病院は茨城県立心の医療センターと改称し、新病棟に移設。施設内に、 筑波海軍航空隊に関する資料の展示ルームが開設された。旧司令部庁舎は解体の予定だったが、映画、永遠の霊などのロケ地として使用された。2013年12月20日から2014年5月6日までの予定で、筑波海軍航空隊記念館として公開。その後延長され、リニューアル後の2018年6月3日に、高級施設となった。 このほか、隊員遺族や、元隊員が混流した、慰霊碑と地元関係者が異例と平和記念のために建てた、石踏みが、跡地にある。ありがとうございます。